ゼータが地面に座っておもちゃで遊んでいるのを見てください。次の瞬間に爆発した。これは一体何が起こっているのですか子供たちは知っていますか<ー>物語はまだ昨日から話しなければならない。エースは都市にモンスターが出没していると感じている。彼はしっかりした歩調でモンスターに近づいている。モンスターがこっそり大きな煙突の後ろに隠れているのを見た。 エースは何周も探しても見つからなかった。この時点で、迷惑な音取りがモンスターの前に立っている。モンスターの位置を暴露した。土曜日の夕方、忙しい一週間のエースはソファーに横たわっている。隣の女神と踊ってみたい。その凶暴な小さな心臓は我慢できない。手で慰めるしかない。女神に良い印象を与えるために、彼女はまず起きて練習することにした。これは彼女が TikTok から買ったレコードプレイヤーです。効果を聞いてみます。 彼はちょうど状態に入るところだった。ドアの外でノックが聞こえた。誰がそんなにがっかりしたの彼はドアを開けて左を見て右を見た。誰もいない。誰かが私のベーコンソーセージを盗むつもりですかちょうど大声を出そうとしていたところです。地面にブラインドボックスがあることを発見しました。これは誰ですかどうやって私の家の前にブラインドボックスを置くのですか目の前のブラインドボックスを見て、彼は気が散った。当時を思い出す。 ウルトラ5兄弟が彼をボスにしたとき、まずブラインドボックスを開けます。猛剛の中には女神の赤ちゃんゼータが横たわっている。